このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。この時間は日本対セルビア、こちらの一戦をお届けいたします。セルビア国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。日本は 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。いわゆるアンカーと呼ばれているポジションですよね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、全体的に選手間の距離ですよね。これを開けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね、ここを開けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対セルビア、さあ北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。そうですね、ミリンコビッチサビッチですよね。キックの精度が高いので中盤でのパスワークで力を発揮できますよね。プレースキックでも活躍してくれるでしょうね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待して見てまいりましょう。長友、長友へ、遠藤、森岡、ヤイッチ、さあ一気にカウンター、ミトロビッチ、コスティッチ、サイドのスペースを使います。お、いい形ですよ。さあ中はいる、危ない、縦へのボール、酒井、堂安へ、森岡、ミトロビッチ、ヤイッチ、タディッチ、さあ右へ預けて、タディッチから右へ、一旦前を取る、右サイドを振って、タディッチ、タディッチから左へ、タディッチからコスティッチ、クロスを選択、ボールを追いかける長友、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。バビッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、
酒井、ここはカットします。遠藤、富安へ、大きく縦へ。今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。ヨビッチ、カウンターを仕掛けます。さあ左サイドへ、このパスを受けてヤイッチ、裏へ届くか。いいボールだ。クリアです。絶好の位置で受ける。少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。森岡、日本が最終ラインまでボールを下げる。酒井、撫でるようなボールタッチ。ヤイッチ、長いボールを送ります。ワイドによく見てますよね。さあここからの展開、さあつながるか。これはどうだ。勝負のシーン、どうだ。キーパー直接処理しました。大迫、原口、柔らかいボール、ヨビッチ。さあ左へ預けて、ヨビッチからコスティッチ、中央へ、頭、うわ、これはクリア。富安、組み立て直します。吉田へ。日本は前半まだシュートまで行けていません。吉田から縦へ長いボール、タディッチ、素早いパスで攻め上がっていきます。丁寧に足元を使う、ミリンコビッチ・サビッチ、さあ左へ預けて、富安、サイドチェンジ、長いパスがつながります。遠藤から前線にボールを送ります。ゆるく狙ったボール、このボールに触ります。ヤイッチ、ミトロビッチ、ステファン・ミトロビッチから大きく縦へ、組み立てていきます。サイドを変えた形、このパスがつながります。右サイド上がっていく、長いボール縦へ。さあカウンターを仕掛けます。抜ければチャンス。大迫、ボールがつながる。小林、森岡、両チームボールが落ち着かない。このボールはカットされます。ヤイッチ、富安、流れを止めます。吉田、吉田へ、遠藤、森岡、組み立てながら攻め上がっていく。
トールのこのパス、裏を狙っていきます。吉田から前線へ、森岡、もう一つ前に行きたい。タディッチ、コスティッチ、セルビア起点となるアクションを作っていけるのか。富安、このボールをカットします。ミトロビッチ、ボールを下げてリズムを作るか。バビッチ、サビッチからターテのボール、ヨビッチからリアイッチ、裏へ飛び出した、シュート来た、先制セルビア。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあセルビア先制ゴールを決めました。1対0、とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね。原口、左サイド上がります。日本としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。長友から原口、ヨビッチ、ラドリッチ、タディッチ、裏のスペースを狙う、いいとこ入りますよ。サビッチからコスティッチ、仕掛けるタイミングを図る、中はマイスイル、どうする、タディッチ、タディッチからリアイッチ、ヨビッチ、さあセルビアコーナーキックが続きます。シュート、シュミット・ダニエル、こぼれた、中央、シュミット・ダニエル、ここは抑えました。堂安、セルビア固いディフェンス、ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。さあ前半いかがでしたか。日本としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。日本対セルビア、ではこの後も試合をお楽しみください。後半キックオフです。
その後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど、ここで丁寧にボールを扱う、ヤイッチシュート、小林、吉田、遠藤へ、セルビアボール、長友、原口、ここは間合いを取る、どうする、ヨビッチ、ヤイッチ、今日の試合でアシストを記録しています。コスティッチ、チャレンジはしません、後ろに流す、ヤイッチ、小林、森岡、サイドを使う、中は枚数います、長友へ、長友から原口、上げてくる、どうだ、そのままキーパーが抑えました。あっと、これは危ない、ボールを追っていく、シュート、同点、今日のゲームをリセットします。いいですね、この展開はファンも燃えますね。いや、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね、それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたね。これで今日のゲーム面白くなってきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね、タディッチ、いけるか、これを拾いたい日本、サビッチからヨビッチ、打った、タディッチ、小林、大阪から堂安、遠藤、日本としては後半立ち上がりに追いついたこのいい流れをね、どれだけ続けられるかですよね。この勢いで勝ち越したい、そういう強い気持ちが必要ですよね。コスティッチ、カーテにボールを入れます、ボールはクリア、堂安から大迫、チェックを受けますが動じません。タディッチ、ミリンコビッチ、サビッチ、サビッチから長いボール縦へ、タディッチ、チャンス、あー、道ができましたよ、シュミット・ダニエル、パッと、さあ上がる、このクリアボール次へつなげたい。セルビアがかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに、おっと、中で味方の選手が待っている、どうだ、シュートもあります、シュート、
一人で持ち上がっていく。サイドを縦に走らせます。いいボールですね。来たぞ、シュート。遠藤、セルビアが最終ラインまでボールを下げる。サビッチからのスルーパスは通りませんでした。酒井から大きく縦、遠藤、大迫から堂安、どうだこのシュート。その前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。ミトロビッチ、ステファン・ミトロビッチからターテのボール、吉田、ここは読んでいました。森岡、坂井へ、長友へ、長友から原口、ここで丁寧にコントロール、上げる。セルビアはここクリアで難を逃れます。ヨビッチ、タディッチからリャイッチ、堂安、さあヨビッチ、ここで収まる。さあつながるか、打つか、富安、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。小林、これを奪います。ここでファールがありました。注意に終わります。フリーキックのチャンス、これはどちらとも考えられる位置じゃないですかね。直接宮安、遠藤へ、酒井、小林へ、長友、鎌田、サイドへ、酒井へ、酒井から堂安、足元大事に行きます。堂安に渡る、大迫に渡る、いや日本絶好のチャンス、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね今日のゲームは。大きく縦へ、タディッチ、さあヨビッチ、サイドを使います。ここで丁寧にコントロール、この位置で受ける、タディッチ、タディッチから右サイド、リャイッチ、これはチャンスだ、シュート、勝ち越し、セルビア。ヨビッチ、今日2点目のゴールです。
さあ再び選手の交代です。日本さあセルビア待望の1点をもぎ取っています。セルビアとしては大きな1点ですよね、はい、今日一番のゴールじゃないでしょうかね。そうですね。上げてくる、直接行ってしまいました。いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。タディッチからヨビッチ、この柔らかいパス、撫でるようなボールタッチ、クロス合わせてくるか。ここで丁寧にボールを扱う、クロス、ディフェンダー集中力いいでしょう。セルビアはここでベンチに動きがあります。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。長友、原口、鎌田、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところでしょうね。セルビア落ち着いて時間を使います。ヤイッチ、長いボール縦へ、さあ左サイドへ抜けるか。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。原口、ここはいいプレスで奪います。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。裏へのスルーパス、鎌田、ここで前を抜けるか。これを拾いたいセルビア。日本としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。ここで笛です。2対1、日本敗れました。勝ち点は得られません。北澤さん、試合の総括をお願いします。日本としてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。ですから守備の陣形やチェックの仕方なんかももっとフレキシブルに対応していける組織作りをしていきたいですよね。はい、そうですね。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本が2対1と接戦をものにすることができませんでした。